フローターサーブの正しい打ち方がわからない。サーブは入るけど無回転にならない。こんな相談が V 字田のインスタグラムにたくさん来ます。確かに僕も思い返してみると、バレー始めてすぐの頃は全然無回転のサーブなんて打てませんでした。しかもサーブが入るようになっても無回転にするまでがめちゃくちゃ難しくないですか？サーブで点を取るまでのレベルにはなかなかなれません。先輩や仲間はサーブでバンバン点を取ってたりとか、相手チームはサービスエースをバンバン取ってくるのに自分はなかなか取れないですよね。そんな悩みを今回の動画で解決しちゃいましょう。もちろんなんですが、サーブがいきなり入るようになるなんてことはありえません。この動画でね、正しいサーブの打ち方を知って、それをコツコツ練習していきましょう。この動画ではフローターサーブの打ち方を徹底的に解説していきます。サーブがネットを越え、サーブが入る、そしてサーブが打てる、しかも無回転でという状態になるために、この動画を最後まで見てしっかりと練習していきましょう。このチャンネルでは愛知県で2カ所バレーボールスクールを運営する V チタがバレーボール上達したいけどどうしたらいいかわからないって人に向けて、このチャンネルの動画さえ見れば完璧にバレーを理解できるっていうレベルまでバレーボールを解説し尽くしていきます。本物のバレーボールスクールで教えている内容を手軽に YouTube で見れちゃうので、最新動画を見逃さないためにもチャンネル登録をしておいてもらえるといいかなと思います。それでは本編いきましょう。ではサーブを打つ時のフォームについて説明をしていきます。まず右利きの人は右足を引くか左足を一歩出します。これはね、なんでかっていうと、最初から胸が前を向いていると体のひねりをうまく使えないので弱くなってしまいます。パワーを十分に発揮できないので、最初から胸を利き手側に向けておくようにしましょう。左利きの人は今言った方の逆ですね。そして左腕、ボールを持つ方の手をまっすぐ出してボールを持ちます。手首は固定しましょう。右腕は手のひらを耳のあたりに構えて肘を後ろに引きます。この状態がサーブを打つ前の状態です。ちょっとお手本のサーブを何本か見てみましょう。どうぞ。はい、どうでしたか？続いてトスについてです。サーブのトスって投げるだけなんですけど意外と難しいんですよね。サーブがしっかり打てるか、狙ったところに安定して打てるかどうかはサーブのトスが鍵です。そしてこのサーブトスなんですけど、大きな勘違いがあって、手首だけでこうやって上げるのはやめましょう。なるべく腕全体で上げるイメージで上げてみましょう。トスを上げる時のポイントは少し前、もしくは真上に上げましょう。トスのポイントを2つ紹介します。1つ目はボールを持ってる位置の少し前か、もしくは真上に上げます。これは自分がサーブを打つ時に体よりも前で捉えるためです。そして2つ目は手首だけとか肘だけで上げないっていうことですね。肘だけとか手首だけで上げてしまうとトスが手前側に返ってきてしまいます。手首だけで上げてもボールに回転がかかってしまうので、なるべく腕全体で上げるようにしましょう。そしてトスを上げる位置は体が前を向いた時の右肩の前に上げます。そして前後の位置は自分の打点と打ちたいボールの軌道、ネットの高さからちょうどいい位置を見つけていかないといけないので、練習しながら見つけていきましょう。ここで超当たり前のことなんですけど、意外と知られていないことを言います。トスが後ろであれば後ろであるほどボールは上の方向に飛んでいきます。前であればあるほどボールは前にまっすぐ飛んでいきます。これはね、スパイクの時にトスを捉える位置もサーブの時にボールを捉える位置も一緒です。まあね、これはちょっと練習でやってみないと難しいかもしれないので、実際に練習する中で掴んでいってください。そしてトスの高さは打点にちょうどボールの頂点が来るか、もう少しそれより上がおすすめです。打点にちょうどボールのてっぺんが来るように上げる場合はボールが止まった瞬間に打てるのが理想ですね。ここまで動画を見てくれた皆さんに、動画の途中ですがちょっとだけお知らせがあります。この YouTube 見てても正直自分が正しくできてるかどうかってよくわからないですよね。そこで V 社のコーチがみんなのフォーム改善のためにアドバイスできるサービスを始めました。しっかり教えてくれるコーチがいないとか、コーチはいるけどもっと丁寧に教えてほしいとか、チームに入ってるけどマンツーマンでのレッスンはなかなかやってくれない、そんなことを思ってる人は V 社のオンラインスクール使ってみて絶対後悔しないと思うので、ぜひ公式 LINE から登録をしてみてください。ちなみに YouTube から公式 LINE を登録してくれた人だけ初月無料にしてますので、
このキャンペーン見逃さないように詳細は公式 LINE からチェックしてみてください。じゃあ動画に戻ります。では実際に打ってみます。さっき最初の姿勢で耳のあたりに手を持ってきましたよね。そのままちょっとその場で素振りでいいので耳を投げるように腕を振ってみましょう。こっからこういうイメージですね。こういうイメージですね。はい、こういうイメージです。この流れでボールを入れて実際にスイングしています。この時強く打とうとしすぎてずっと腕とか肩に力を入れているような人は要注意です。力は打つ瞬間だけ入れるようにして準備の段階では抜いておきましょう。力が抜けないっていう人はね、腕を振る前に深呼吸とか体をブルブルってさせてみるのがおすすめです。では打つ前にサーブトスについてさらっとおさらいをしてみましょう。今から3本だけサーブトスを見てもらいます。どれが一番いいサーブトスだと思いますか？1つ目、2つ目、3つ目、はい、ここまでね動画をしっかり見てくれてるみんなならもう分かりますよね。正解は3番です。1つ目はねちょっと前すぎてサーブがネットにかかってしまいます。2つ目は後ろすぎるのでサーブが上に飛んでっちゃうんですね。3つ目が一番ちょうどいい打ち方をできてると思います。トスの位置が前すぎたり後ろすぎたりせず、自分が打ちたいボールの軌道に合わせてトスの位置を決めるようにしましょう。ではよくある質問で、無回転にするにはどうしたらいいですかっていう質問をねよくいただくので、無回転にする方法をちょっと説明していきたいと思います。まずこれはね一つだけではないので、今自分がどうなっちゃってるのかを見た上でこの方法を取り入れてみてください。まず1つ目はボールが横とか斜めとか回転がかかっていたりとか微妙に回転してしまう人におすすめの方法です。それはボールの真ん中をしっかりと叩くという話ですね。基本的にボールは丸いのでボールの一部分だけを触るとそっち側に回転しますよね。なのでしっかりとボールのど真ん中を触ってあげればボールはちゃんと無回転で飛んでいってくれるはずです。手に力が入ってるとちょっと回転がかかりやすくなったりするかもしれないので、もしいつも力入れてるなって人はちょっと抜いてみたりとか、逆にいつも力抜いてるよって人はちょっとだけ力入れてみてください。もしかしたら何か変わるかもしれません。今の話よりも多分今から話す2つの方がより大事ですね。2つ目3つ目は自分がどうなってるかに合わせて変えてくださいね。まず2つ目は手を止めましょうという話なんですが、これはサーブを打った後にボールにドライブ回転がかかってしまってる人におすすめです。打った瞬間に手を止めるようにしてみましょう。そうするとね綺麗に無回転になるっていう例が多いです。ちょっと何本かやってみてね、もし無回転になったらその方法でやってみてください。そしてボールにバック回転がかかってしまっている人は今から話す3つ目がおすすめです。今度は逆にちゃんと腕を振り切ってください。腕が止まってしまってる可能性がありますので、その癖を逆に利用して今度は振り切ることで無回転になる可能性があります。でね、正直な話ね、これ一人一人打ち方とか筋肉のつき方も全然違うので、実は一つのやり方で無回転に必ずなることなんてないんですね。なので自分の状況に合わせて正しい方法を取れるようにしてください。はい、とここまでサーブの打ち方を説明してきたんですが、ここからはサーブで点を取る方法について話していきます。みんなねちょっと考えてほしいんですけど、サーブレシーブを普段してるとき、サーブはふわーって浮くような軌道の方が取りやすいか、ネットスレスレで来るボールの方が取りやすいかって考えたらどっちですか？まあね、よほど変わってない限りはまっすぐ低い軌道で来るボールの方が取りづらいですよね。ってことはサーブはできるだけ低い軌道で速いボールを打った方が基本は強いということがわかります。ただこれを言うと白帯スレスレにサーブを打つのを練習する選手がよくいるんですけど、あんまりおすすめしません。なんでかっていうとね、明らかにミスが増えるんですよ。じゃあどうするのって話なんですけど、アンテナの下から2個目くらいの赤のラインを狙いましょう。そうするとね、適度に強くて、さらにミスの確率もそこまで高くない、ちょうどいいサーブが打てます。実はね、全日本の試合とか春高バレーとか見てるとビューンっていう強いサーブが目立ちますよね。けど実はサーブって100点のサーブを3回に1回入れれるのか、70点のサーブを3本中3本全部入れるのかだと
70点のサーブを3本中3本全部入れれた方が絶対にいいんですね。なのでまあ一か八かみたいな強いサーブを練習するよりはちゃんと毎回入るし、その上で効果率も高いサーブを練習していくのがいいかなと思ってます。はい、ここまでフローターサーブの打ち方解説してきましたが、バレーの試合に勝つために必ず必要なのが連続得点、まあブレイクと言われますが、このブレイクを取るために欠かせないのがサーブなんですね。そして今レギュラーに入れずにベンチで必死に頑張ってる人にとてもいい情報なんですが、サーブが入る、そして強いサーブが必ず入るっていうだけで、レギュラーは厳しかったとしてもピンチサーバーとかリリーフサーバーっていう形でサーバーとして試合に出れたり、さらにそれがきっかけで他の部分もちょっとずつ練習してレシーブもできるようになれば、それだけでレギュラーにポンって入れたりすることもありえます。今回はサーブについての解説でしたが、もし他の部分の練習方法やいいプレーをするコツなども見てみたいと思ったら、ぜひ V 字さんの YouTube 他にもたくさん解説してますので見てみてください。そして V 字さんのオンラインスクールでは直接の指導と変わらないくらいクオリティの高い指導を受けることができますので、まずは公式 LINE から説明動画を見てみてください。僕たち V 字さんは愛知県で対面のバレーボールスクールを2カ所、オンラインでも着実にレベルアップが可能なバレーボールスクールを運営しています。僕たちの活動に協賛いただける企業様も募集しておりますので、ぜひメールまたはインスタグラムの DM にご連絡をいただければと思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。